はい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 、せーの、僕ら全力少年隊。さあ、上司との付き合い方なんでしょうか。取り上げた、あ、取り上げた。さあ、今回の僕ら全力少年隊は、皆さんも小学校の頃よく遊んだのではないでしょうか。テーマの発表お願いします。せーの、粘土で遊ぼう。はい、小学校の頃とか、まあ幼稚園の頃かな、はい、やったでしょう。やった記憶はあります。遠い記憶ありますね、聞かせてもらっていいかな。恒例のね、粘土の思い出。思い出、なるほど、とにかく小学校の頃は図工の時間好きだったんですよ、うん、おー。で、なんか粘土とか紙粘土で作品を作るみたいな授業があって、うん、結構なクオリティで僕の中でできたんですよ、うん、これはいいと、他の子を見ても示しないと俺のいいじゃないかって思って、うんうん、次の図工の時間ぐらいでまたこれは完成に向けようと思って授業終わったんですけど、うん、その後僕調子を崩しまして学校何日か休むんですね、うんうん、で久々学校に行ったらびっくりするぐらい朽ち果ててたっていう悲しい思い出です。さあ、では材料の説明、明君お願いします。はい、もう今日はですね、シンプルに粘土なんですけれども、はい、今日は紙粘土用意してあります。あ、紙粘土、はい、ちょっと手出してもらっていいですか。はい、いきますよ。はい、うん、軽っ、ほら、そうなんですよね、めっちゃ軽い。え、当時我々が使ってるものだったらちょっと違ってる可能性はありますよ。ますよ、はい、しかも、あら、カラフル。そう、カラーの紙粘土もありますので、これでその創作、いろんな創作ができるんじゃないかなと、うん、これすごいのが、うん、色を混ぜるとこの色になりますよっていうレクチャーも入ってるんですよ。すごいですよ。他にですね、まあなんかこういろんなものがあるんですよ、実は今日。なんかこうちょっとね、粘土だけだと不安定なので、ちょっとこういったいろんなものをベースに、あと針金とかもありますし、なんならボンド、おうおう、で接着したりとか、でこれ粘土に書いてるんですけど、ニスを塗ると仕上がりが綺麗ということなので、はい、一応ニスもあるんですよね、はい、あるので、これをかける今日創作に向けてください、うん、さあ今回ですね、うん、何を作るかということなんですけれども、ね、粘土で、はい、ディレクターがそれぞれお題をこの目の前の封筒に入れてるんだそうです。その封筒だったんですね。これはちょっと新しい試みです ね, そうですね。じゃあまずはアキラ君から行きましょうか、はい、こっちで入ってるのかな、はい、行きますね、行きますね、せーの、こちら、でん、はぁ、マックン。おお、なるほど。このマックンを作って、うん、ぜひとも皆さんにマックンができて見せた瞬間に、ほんとこうって言わせるぐらいのものを作りたいなっていうふうにやっぱ思いますよね。さあ、続いてでは、はい、私です、松井さん、はい、はい、バン、今年の干支ってことは猿。では私ですね、はい、私はバババン、お、おお、来た。じゃあ俺のヴィーナスでこれ。いや、ちょっと絶対言うと思った、まあまあまあ、フリーやから止められんけど。そうそう、なんでもありやけど。ということですね。とにかく赤分かって、ね、そうですね、マックンですからね。とりあえず僕赤3つぐらいもらっていいですか。あ、じゃあ僕とにかく黄色ください。お、もう浮かんだんですか。すごい、でもはい、おーい、じゃあ、あー、久しぶり触った。あ、しっとりしてる、ほら。うん。とりあえずこれ豪快。黄色に痛い。おい、あれだもん。うわ、これすっごい感覚。なんだろうな、マシュマロ。あーですね。あ、でも本当マシュマロに近い。マシュマロにめっちゃ近いと思う。めっちゃ優しいですよね、これ。現代の紙粘土はね、はい、手動かせよ、もう帰るぞ俺先に。やってんのか、やってんのか、作業。もうマックン作るんだろ、マックン。この人うるせえ。マックンのベースを分かるかな。今こう、命綱を断たれた宇宙飛行士。え、それが完成じゃないですか。びっくりした、もう遊んでるから。いやいや、あ、でもこの紙粘土ね、やっぱいいよ。これ100均？へえ、ちぎれないもん、伸びいるよ。今この状況で僕ちょっと疲れました。え？いや、わかりますよ、なんかこうね、あぐらかいてるのは、もうこの気持ちです、疲れました。この
絶対こういうの途中で変えた。俺みたいなんね、あの煩悩だらけの人間がね、仏像は作れません。いや、まだ分かるはずない、ここの段階で俺が何作ってるか。俺めっちゃ目合ってる気するな。シルエットも出てないのに、まだ。まあそうだよね、それしか出てこない。思ってても言わんやろ、普通ねえ、黄色いないでしょ、まだねえ。最後に言うんだから、すいません、最後に言うんだからね。僕は言ってないです。すげえ。しかも、バラバラ。これ後でね、ちょっとくっつけようかと思います。なんかあるんですね。ちょっとあるんです。さあ、およそ30分乾かした後ですね、部分の部品をですね、木工用ボンドで接着いたしました。そして私だけ仕上げにニスを使用いたしました。せーの、できたー。というわけで、はい、そうですね、3時間かかってる。さあ、それではですね、はい、それぞれ作った作品の発表をお願いします。まずは、あきらくん。私が作ったバッグ、これになりました。ドン。これ、お茶の間に伝わるかどうかわかんないですけど、なんでしょう、このレトロ感。あるなんかあります、ありますね。いい味出てますよ。これ、はい、開局当時にできたやつみたいな感じありますよね。あるある。これ MCN ご覧の皆さんはもうマックンにしか見えないと思いますよ。ちょっと1個だけやっていいですか。はい。隣の家にマックンが。ほんとか。ありがとうございます、ありがとうございます。私のお題は今年の干支ということで、こちらです。ババン。これは結構僕いい出来だなと思ってるんですけど、まあ、猿、見てわかります、はい、お猿さん、お猿さん、はい、あと今年の干支と、はい、我が隊長の鈴木さんをモデルにした鈴木猿でございます、こちら。メガネとなんかあの顎にあるなんか黒いシミみたいなやつ。あれ顎ひげだ。あれ顎ひげ。あ、ちょっとある予感したんですよね。あとよく見てもらうと、シワもちょっと入れております。あー、ほうれい線。ほうれい線も。いや、これ結構鈴木さんに似てるんじゃないかなと。あ、そう、はい、なるほどね。これがたけるくんの卒業制作、はい、ありがとう。何のありがとうっすかこれ。え、いやいや、うん、ちょいちょいちょい。最後は鈴木さんの作品でございます。鈴木さんのテーマ何でしたっけ。テーマはフリーです。ということで、はい、私が作ったのはこちら、黄色い象です。黄色い象さん、どうしてどうして黄色いのバナナをたくさん食べたら黄色くなっちゃう、パウパウ。いや、本当の名前が実はあるんです。いやいや、黄色い象っていう万代万代ホームのわけないじゃないですか。あれ企業名ですから。あ、名前あるんですね、教えてください、はい、ね、こちら黄色い象の名前は緑です。お分かりだと思いますけれども、はい、フェニックス自然動物園の愛されるアジアゾウといえば緑ちゃんです。やっぱその女子的な。女子なんですかこれ。女子、うん、筋肉もりもりに見えるんですけど。ただね、たけるくんいいとこ気づくね、はい、ゾウもやっぱ筋肉、はい、巨体を支えますから4本の足というでしょうかね、うん、ものすごいしっかりしてるんですよ、はいはい、もう体幹なんか半端なく強いと、うん、はい、それをやっぱりこの造形、僕はこれ宿しましたね。なるほど。それ一番こだわりましたかね。大人ってこういうのじゃないの、作るの。あれ、僕どっちかって言ったら大人の方じゃないですか。いやー、これはね、はい、小5、小5、小5、え、小5か、これはね、
翔さん。おい。というわけで大人がまあ 2,3 時間、はい、まあ、集中してね、ものづくり楽しめると思いますので、大人から子供までぜひこちら粘土遊んでみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでした。はい、まあ、現代の粘土を使っての、はい、まあ、こちらね、造形ですが、ちょっとまずその重さ、質感を、ね、歩いていきましょうね。はい、はい、どうぞ。おお、あ、思った以上に軽いですね。そうでしょ、軽い、ちょっすっげえ軽い、おいおいおい、すっげえ軽い、ちょいちょいちょい、ちょいちょいちょい、すげえ、こんな軽いんだ、作品やから、すごいでしょ、しっかりできてる、おい、怖いからねえ、恐ろしいから、ほんと軽いですか、いいじゃないですか、デリケートやから、尻尾とか、また下から見るとまた雑ですね、これね、こっから見るとなんかね、いや、雑だでしょ、ここ足へんとかもひどいですけどね、置いてみて、置いてみて、ほら、象のこの、ね、安定感が出てる、いや、あ、いいね、ターンテーブル、ターンテーブル、あー、象さん上手上手、象さん、あんよが上手だね、幼稚園生かアゼさん、僕の木の香りがするんですよ、え、あ、本当だ、はい、なんで、こういう、あの、紙粘土、紙粘土なんですよ、え、木の香りがするの、香りがします、木の香り、わ、ほんとや、リラックリ、おいびっくりするわドキッてした。いやでも、タケルの可愛いじゃん、ありがとうございます、これなんかちょっとこの手とか足の感じもちょっとキャラクターっぽくて、そうそうそう、良くないですか、なんかあのね、日本でそういうキャラクターがあって中国があの偽物作ったクオリティ一生懸命作ったのパチモンみたいに言うクオリティがね、クリメン言っちゃった、まあ、ね、こう木村さんのこの像もありますけども、はい、なんでアキラ出さない、いや僕はもう本当はテゲテレに飾ってほしいなと思ってた、うんうんうん、そんなの持ってきてない、いや、いや、あるにはあるん、見せろ、はい、なんこれですね、怖っあれ、なんかあの画面で、画面で見た時はちょっといい感じと思ったけど、やべ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 、後ろ見せんな、わばやべやべ、マジで割れてるし、あの、ほんとちっちゃい頃の嫌な思い出がよみがえりましたよね、朽ち果てて嫌な思いが、思い出が、なんかあれやね、痩せたね、痩せたかなり痩せた、さっきのやつよりもなんか痩せた感じ、どんどんシューってなってる、そうですね、よかったけどな、さっきはよく頑張ってましたよ、いやいや、出来上がった時はね、なかなかね、可愛かったんですけどね、もしほら、ガチャガチャで、まあ、タケルのとか、まあ、アキラのが出てきたら、まあ、いいなと思うけど、これガチャガチャ出てきたら、うわ、外れやしね、ちょいちょい外れ、力作やから、これでも、立たないんだ、あれ、立たないですか、立たない、なんか形変わってから僕は思うこと言わせない、ダメだ、怖いじゃない、まあでもこのね、粘土で遊んでみるってのも面白そうですよね、いや、本当楽しいの、子供だけの遊びにしたら大人もったいないですよ、これえ、あの、亜生くんベロ出してますけど、どうした、何もない、はい、返す、返す、返す、どうした、どうした、返す、どうした、返す、ひどい、レトレン、ひどい、取れてるやん、いやいや、じゃあ、よし、よし、閉めようかということで、皆さんもぜひ亀粘土で遊んでみてください。マジかよ、以上、僕ら全力少年隊のコーナーでした。 CM の後は、閉の時間です。うまいマジ取れた